はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、スイーツを作っていきたいと思います。まあもうね、この時期なので察しのいい方は大体わかると思うんですけれども、 YouTube でめちゃめちゃ流行っているオレオチーズケーキを今回は作っていこうと思います。それでね、でかいの作ろうと思ってクリームチーズ買ってきたんだよね、いっぱい。あのね、2キロ。レシピなんですけれども、クリームチーズと生クリームをね、1対1で入れるみたいなんで、さすがにちょっと4キロにオレオとかね、甘いのが入ってくると多分食べきれない気がするので、クリームチーズは 1.5 キロ使って、生クリームも 1.5 キロ、それにね、あとオレオを加えて作っていこうと思います。そしたらまずこちらのね、クリームチーズを使っていきたいと思います。もうね、常温に多分3時間以上は置いてあるので柔らかくなってると思うんですけど、あ、うん、柔らかくはなってるけど、ほら、このめちゃんこでっかいボール使います。すごいね、これ頭に、よっ、よいしょ。あ、だいぶ、あ、だいぶ柔らかくなってる。よいしょ、大体でいいかな、大体で、大体でいこう。はい、 OK。 はい、そしたら一旦置いておいて、続きましてオレオさんの登場でございます。これをね、あのビスケット部分とクリーム部分で分けていくみたいなんで、ちょっとこれ分ける作業に入りたいと思います。よいしょ、よいしょ。あ、これめっちゃ時間かかるわ、これめっちゃ時間かかる。はい、今ね、クッキーと中のクリームかが分け終わりました。トッピングにね、このオレオを砕いていこうと思います。これを砕きまして、これでオレオのトッピングは完成でございます。ちょっと次ね、生クリームを泡立てようと思うんですけれども、ボールがない、大きいボールがないなんですいません、ここに移して泡立てようと思います。そしたら今回はこの生クリームを使って泡立てていきたいと思います。よいしょ。しかも氷水でこれを冷やすボールとかないし、で、この分量だと砂糖の適量がよくわからないので、なんとなくね、勘で蒸発を入れていきます。そしたらよろしくお願いします、マシンさん。混ぜながら失礼いたします。はい、もうこんなもんでいいかな。ちょっと多分緩い気がするんだけど、ダメでもね、もう怒らないでください。僕の心が限界です。そしたら今材料の準備が整いましたんで、これを混ぜ合わせていきたいと思います。クリームチーズとオレオのクリームを合わせて混ぜるのも一苦労だぜ。そしたらここに生クリームを徐々に足していきます。よっ、うわ、パワーがすごい、パワーがいるよこれ。よいしょ、よいしょ、と OK。 あー、混ぜ終わった。ちょっと手洗おう。そしたらね、これを容器に移していくんですけれども、今回用意したものがこちらでございます。でけぇ。9リッターのタッパーなんで、いっぱいにはならないけどね、まあ、絶対に入りきると思うんで、こちらにね、用意していきたいと思います。じゃあこれを一旦引いたら、オレオを。よいしょ。ざっと。おざざざっと、これでまたこの上にね、よいしょ、敷き詰めてって、と。今ね、クリームの方が全て引き終わりましたので、あの上からオレオをさっと、ここに取っておいたオレオを、やっと、なんとなくこれ、なんとなくこれ足していこう。あー、これもう絶対うまいじゃん。うまくないわけがないよね。はい、と。オッケー。こちらで完成でございます。うまそう。そしたらこのままこちらを蓋して、よいしょ。冷蔵庫で冷やしていきたいと思います。なので、
実際の実食は明日になります。いや、どうしよう、どうしよう、痛い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 。はい、ということで一晩が経ちまして、しっかりとね冷え固まったと思うんですけれども、ちょっとね開けていきましょうか。よし、オープン。いや、ちゃつ、いや、うわ、うまそう。おい、見えるかな今ね、こんな感じこのままだとね、ちょっと食べにくいので、いつものこちらのお皿にね移していきたいと思います。大丈夫これ、せーの、いいよ。あ、重た、あ、これだ、よいしょ、はい、よいしょ、すげえサイズ、めちゃめちゃでかい。ただね、成功者っぽいでございますということで、こんな感じで綺麗に完成したので、早速ね食べていこうと思います。いただきます。とりあえずと、あ、柔らかこんな感じなんですけど、よいしょ、うまそう。いただきます。おー、うまっ。これめっちゃうまいな。え、うまっ。うんうん、これケーキだ、チーズケーキだ。クリームチーズのまろやかさってのはすごい残ってんだけど、オレオがねほろ苦くてちょうどいいうん、これは流行るわ。今回の、まあ、食材も3種類しかないし、これ作ったのもね、まあ、生クリームが多かったから混ぜる時間は長かったんだけど、基本的にはねすぐできると思います。普通に1人前2人前だったら10分20分ぐらいでできちゃうんで、お手軽ですね。これいいな。うん、ただカロリーは半端じゃないと思うけど、今回多分生クリームとクリームチーズ合わせて3キロぐらいかにプラス砂糖とか、まあ、お量もね入ってるんで3キロちょい、まあ 3.5 はないと思うんですけど、なんかペロッと食べれそう。僕結構ね甘いのが苦手なので量食えないんですけど、これだったら食える気がする。うん、今回はね、まあ、オレオを使ったオレオクリームチーズケーキなんですけど、まあ、普通にフルーツとかを挟んで、まあ、イチゴのクリームチーズケーキとか、なんかいろんなね、アレンジは効くかな。効きそうだから、まあ、オレオに限らずね、手軽に作れてね、これすごくね、便利なデザートだと思います。うん。あのね、水分はめっちゃ持ってかれる。もたもたする。うん。うん、うん、でもこの量だったらもうちょっとオレオあった方が良かったかもしれない。難しいな。なんかね、このクリームチーズと生クリームのこの間に敷いた砕いたオレオがなんかあの水分を吸ってね、チョコブラウニーみたいな食感になってて、それがね、うまく生地っぽくなってんだよね。これがうまっ。ちょっと水分が足らなくなってきたんで、こちらを。これ気づいた、お腹いっぱいだわうん、とりあえず綺麗なうちに、ちょっとねうちの嫁さんがこれ食べてみたいでしたんで、ちょっと取り分けてきます。あ、むずいこれ。
よいしょ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 しょっぱいのでございますうん、うん、めっちゃ多分今ね、重たちょうど半分ぐらいこんな感じで、奥さんに渡したのがほんとね、ここの角の一部なんですけど、普通の人はね、これでお腹いっぱいって言ってたいや、そりゃそうだよ、めっちゃ重いもん。なんか、うん、この組み合わせめっちゃうまいんだけど、なんか、ね、口の中でクリームチーズが混ざってなんか濃厚になる、めっちゃうまいんだけど、これサワークリームシーフードって感じ。うまっ、新発見おっは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 っ、カップラーメンが悪魔的にうまい。そして喉が渇く。ああ、ラーメン食べ終わっちゃった。ああ。ててててててー。スイカでございまーす。カレーでございまーす。よいしょ。ちょっと置いといて。で、あとね、これの作り方なんですけど、結構ね、人によって若干違いがあって、僕はね、単純に3種類の材料で作ったんですけど、まあ、チーズケーキと同じようにね、ここにあのレモン汁とかを入れたりすると、酸味がね、出て食べやすくなるらしいので、甘いものがね、苦手な方とかはね、ぜひそうやってちょっと試してみてください。うん。個人的にはこれにはだよ、これにはシーフードの方が合うねまあ合わせないかなんか今ね、糖分取りすぎてね、めっちゃ眠い頭ぼーっとする。いやお腹いっぱい、だいぶ来てる、もうお腹がそしたらこれが最後の一口ですね。はい、カップ麺も完食と、ああお腹いっぱいごちそうさまでした。はい、ということで今ね、オレオチーズクリームケーキを完食いたしました。さすがにね、この量のパンチは
すごかった。で、もちろん味はめちゃめちゃ美味しかった。うん。まず材料が少ない、手間も少ない、もうめちゃめちゃ簡単なデザートなんですけれども、味はしっかり美味しい。でね、フルーツを加えたりとか、そういったアレンジも効くかと思うので、皆さんなりのオレオチーズクリームケーキを作ってみてもいいんじゃないでしょうか。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。